皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズのベイ君です。ポポロクロイス物語2の実況をやっていきます。よろしくお願いします。前回ですね、レオーナとガミガミ魔王とジルバを仲間にすることができで、どうやら仲間にするの選べるみたいなんですけど、パーティーはこんな感じにしました。カップリングがどうしても気になったんで、これでいきますジルバちゃん入れたかったんですけどね、悩んだところですが、これでいきます。で、レムリア大陸に、前回来たところで終わったんで、今からレムリア大陸の攻略いきますので、よろしくお願いします。曲がすごいね、なんか悲しげなんですよね。ラスダンかと思いますけども、いかがなんでしょうか。結構複雑そうでね。あっこに宝ねあっこに宝ね、覚えとけよみんな。ん、罠っぽい。聖騎士の腕は来たな。これ来たんちゃう。ドン。おお。聖なる騎士だけは身につけられる腕は。よし、いいね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 。うわ、めっちゃ宝あるやんこれ。え、出ていくん。お、鬼の腕。あ、鬼はあれやな。じゃあ、鬼面同士の腕はですな。あ、じゃあ、それぞれのキャラクターの最強、うわーね、こいつ。最強装備が、あ、竜変化がね、強すぎるんで、ぜひこれを見てください。まずはみんな、これ。ドーン。これ鬼強いですよ。この範囲攻撃で移動もできての、この4500。そして最後にオチが可愛い。あ、ナルシアで見えへんかった。この威力でございますわ。リカバリーコールレベルに。よしよし、いいね、いいね、いいね。お、これはじゃあ、神竜の腕は、あ、じゃあ絶対。ドン。うわぁ、いいね。しかも神竜が掘られてる貴重な品物。しかもって言い方がちょっと納得いかん感じやけど。よし、この感じの出方はいいね。竜変化で終わらせて死んでいようというやつですな。この範囲攻撃で移動できるというね、さっきも言ったけどもこの技は強すぎると見たか。いかがだ、ハンバラバッシャー , 笑いが止まらんわこれ。でーん、よしよしよし、よレベルも上がってる。魔法の小石。よし、じゃあちょっと敵が多いから、この辺、地盤タイムはこの辺で終わって、マジカルロードにしとくか。こっちはなしね。オッケーオッケー。あ、絶対じゃあこれ宝箱逃してはあかんぞ。さっきのあのすげえ。え？こっちは？すげえあの何？宝箱ゾーンがありましたよね。あれ行きたいな、絶対に。あ、はいはい、これあれか。うんうん。そうそう、下のとこやね。オッケー。じゃあ、ちょっと回復だけして。オッケーオッケー、繋がってるから安心。じゃあ、こっち行って。で、上行こうか。これ右行けるよな。こっちは？あ、こっちも行ける。あ、こっちならさっきのとこ行けちゃう？うん、そんな気がするけど、いかがじゃ？あー、そうやね。オッケーオッケーオッケー。救いの雨。普通のアイテムでしたよ。なんで、ここで、宝ゾーン来た。オッケー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 。スナイパーソウル。ちょっと忘れんうちに装備しながら行こう。これかな？スナイパーソウル、あ、こっちか。え？何やねん、スナイパーソウルって。おうおう、あ、ラバーソウルとかのソウルか。いいね。これを履いて獲物にジャストミート。古くね？世界樹の葉。マジカルリングやから、これナルちゃんかな？オッケー。攻撃と防御力が上がる。いいね。不思議な効力で魔力を口よくしてくれる。いいね。救いの雨。いけへん。よいしょ。聖なる水。マジカルロッド。あっしゃしゃし。ナルシアちゃんのね、武器がなんか、物足りん。バスターロッドとかいう、しょぼそうな武器やったから。え？集中力下がれん。装備したものの MP を2倍に増強する？ 634。バカげてるがな、これ。そういう特殊能力がついてるのも結構あるんですね。めっちゃええやん。600。んで、右に行ったらいいんかな？ここ、こうして、うん、今日、あ、ちょっと待って。じゃあ、MP 回復させて。ネットで300増えたからな。これもほぼ勝ちゲーやないですか。よいしょ。何もしない。んで、特技、マジカルロード。これでチートで使っていきましょうよね。どんどんこういうせこいことをやっていこう。で、ここ行ったら進めるわけな、多分。オッケー、お、外出た。お、宝箱。はい。
ロマンの腕は、あ、ロマンやからあいつか、ガミガミか。うわ、なんか広いぞ。うわ、なんかいろいろいけるぞ、これ。こっちは無理。明日やな、オッケー。置いてから、おー、女神のリング。メガリンはこの子やな。女神やもんな、だって。おー、防御力下がるけども、なんか微妙？まあ、いいか。なぜ防御力下がった？カイザーリング。カイザーリングって誰？カイザーリングやから、この子か？ああ、あれかな。ジルバちゃんかな。救いの雨。アニマルリング。アニマルリングはもうどう考えても、どう考えてもこいつやろ。いいね。攻撃力上がるけど、まあ、でもなんか、最強のやつにしといた方がいいやろ。最強っていうかね、この辺の防具に。さっきみたいな特殊能力がもしかしてあるかもしれんしな。マジ宝箱ゾーンですな、これ。よし。んでふんで？足が降りちゃうな。足が降りちゃうよ、俺。長っ足がめっさ長いねんけど。おい。はいはい、一方通行いいね、一方通行いいよ。あ、敵や。一方通行ででも敵出てきたら、それはそれでかわいそうやな。餌食やん。天のイカゾチ。一匹はこれで十分。これのね、クラスチェンジ行きたいところですけどね。ちょっと足りないよな、MP が。MP じゃ、経験値がかなり多いんですよね、こいつ。レベル上げんのに。おっしゃ、あらばかわ。聖なる水。あ、敵や。こいつ強そうやな。こいつはじゃあ、竜変化で一気に終わらしましょうか。ほら。竜変化がね、強すぎるよな。あ、これで、あれね、ピエトロちゃんの最後のお茶目ポイント見れますぜ。なんか地味なんですけどね、この技。ドラゴンボレスと一緒のような感じでドラゴンがちっちゃいっていう、ね。うん、これ。お茶目ゾーン。謎のお茶目。マッハギリス3レベル。特技。あ、そうそう、特技。マジカルロード。オッケーオッケーよ。男の金槌やから、あいつやな。髪が見えな。金の髪飾り。金の髪飾りは、ジルバちゃんかな、じゃあ。うん、ぽいっすね。オッケーオッケーオッケー。いにしえの首輪。あ、ガボガボって一応戦力なるんか。あの子育て上げたらめっちゃ強なんのかな、玉ねぎ剣士みたいな感じで。どうなんやろ。この曲めっちゃ悲しいよな。え、右、お、左、オッケー。癒しの果実。聖なるミス。はいはい。いろんなアイテムとかももうどん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 くれるね。カムイのわらじ。ドラゴンブーツ、オッケー。カムイのわらじは多分、鬼面同時でしょう。これか。ドラゴニックブーツ、こりゃいい。軽くて丈夫で素早さもアップ。素晴らしい。いやー、なんかマジラストダンジョンですな。最後の最後でこうやって。え？最強。うわ、やめて。よしよしよし。パラディンブーツやから、騎士ですよな。身につけることで MP が少し上昇する。いいね、いいね。ちょっとやったけど。黒蓮。ルーンブレード。黒蓮は多分あれかな。鬼面同時の武器かな。ルーンブレード強っ。何やこれ。魔力にも影響が出る。やばいやばいやばい。黒蓮は多分そうですよね。そう。じゃまじゃまじゃまじゃ、道具。おい。うん、そうですね。黒蓮は鬼面同時のお武器でござんす。あ、敵出てきちゃった。ティー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 。はいはいはい。終わらしちゃおうか。じゃあ、竜変化でね。はいはいはい。よいしょ。MP 回復アイテムもね、十分私、買い込んでおりますので、問題なしでござんそう。ござんそう。ありゃ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 。強すぎ。こりゃ半端やない。あいたたたたたたた。かわいそうにな。はい。はい。寝道具。ありがたい水をね。はいはいはい。これでピエトロも完璧です。あ、しまった。マジカルロード使ってよかったね。なにこいつ。気持ち悪いの出てきた。イカズチを食らわせておこう。目三つで赤いからもうなんか大盛りしか見えよな。3000。これで死ぬか？どうや？死なない。マシンガンショット。これはオーバーキルの可能性があるぞ。やったれやったれやったれ。
何回当てたかこれ合計ダメージ書いてくれんかな。トータル何本、死なへんねんけど。やばい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 。これはボスか。強制に戦う系のボスやったんじゃ実は。あ、でも経験値めっちゃ普通やった。こんなんと戦えたのにな、二度と。というわけでマジカルロードで逃げておきましょう。さあ、先進むで。お、宝。お、またセーブや。レムリアの剣。え？これか。レムリア文明期に作られた剣。驚くほど軽くする、鋭い切らし。うん。でも、竜の剣はね、レベルがあると、どんどん強なる系なんで、そっちの方が上出した。天使のお守り。この子でしょう。もちろん。ね。防御下がるけど、素早さがちょい上がる。手に召された魂を自動的に読み戻す。え？リレイズってことか？ゴッドスター。ゴッドスター？ゴッドスター？ちゃ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 。ゴッドスターって誰？あ、お前か。鎧につける巨大な星型の飾り、いろんな力がすごくアップする。めっちゃアップしてますわ。素晴らしい素晴らしい。そして、よしよしよし、ヒットポイント、完全回復しつつ、セーブができる。ってことは、この先がやばいんじゃないですか、皆さん。さあ行きましょうか。マイラさんいるんちゃう？もう装備も相当整えましたからね、これ。ほら、来た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 。来たで。ね、これ。この魔法陣やばそうやな。避けて通ろうか。あの魔法陣かな。緑、赤、何やろ。いけ。お、なんか来たなんか来た。え？ワープか。どういうことどういうこと？あー、ワープか。なんか、どういうことどういうこと、閉ざされたで？みんな、ここからは別れてしまう。マジ？大丈夫。必ずまた会えるよ。マジで言うてんの？嘘やろ？一人旅か、これもしかして。うわー、ぽいな。ムッサっぽいっすね、これ。でー、マジか。待て。マジカルロードや、お前は。お前だけはマジカルロードで行ってくれ。ん？階段は？え？どうなってるの？どうなってるの？これ。くちくち。お、宝箱もあんのか。力の種。うわ、結構しかもややこしそうですね、これ。曲なんかやったらかっこいいけど。あ、ここ行けんのか。オッケーオッケーオッケー。でも、ここ行けないですよね、多分。でんでででーん。いけないですね。うん、分かった分かった。どうやってあの宝箱を取んのやろ。うん、よう見てよう見てよう見て。よう見たけど分からんかった。別キャラもここに来るってことかな。そうなんかな。そう信じる？そう信じようか。待って待って、もうちょっとだけ、ごめんなさい。もうちょっとだけ探させて。道。無理っぽいな、でも。別キャラか？悔しい、悔しい、悔しい。よいしょ。よいしょ。すみませんでした。またしてしまいました、皆さん。先進みます。今の、別キャラと信じよう、ね。よっしゃ、こっちやろ。竜の涙。あ、でも多分、ここは装備系出ない？癒しの会社。うん。そう信じよう。あ、敵。大天使ミカエルみたいなの来てもうた。大でもないけど。いかずち。さすがにでもここの敵は弱いと思うんですけど、いかがですかね。曲もなんかしょぼくれた曲やもんな。雑魚戦の曲やろ。どう？カオスエンジェルス。カオスアロー。顔が笑ってますぜ。やばい。これはやばい。58か。地味。地味やな。なんやお前。切れんぞ、こっちは。オッケー、行くぞ。あ、まあ、でもマジカルロード。じゃあ他のキャラではね、戦闘が多分勃発しまくるんで、この子ぐらいは、あんま戦闘来ないようにしとくか。んで、おお、行ってもた。はいはいはい。水が溢れてる。あ、その扉怪しいな。お、宝箱、オッケー。うん、ここはでも武器防具出ないから安心して。あ、じゃあここ行ったんやかな。はい。
ルル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 どう開かない頑張ってるあ、わかったわかった。じゃあ他にお仲間が手伝いに来るんかな。どうなんやろ。お、来た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 。ナルシアちゃんね。次はナルシアちゃん。じゃあ戦闘頑張らなあかんな。うわ、そこ行けそう。うわー、宝箱だらけや。こう行ってどう。こいつか。あ、それ勝手に戦うんやった。勝手に戦うんであった。おー、でも一撃。ナイス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 。待て待て、ちょ、こっちは何、こっちは何、こっち行けそうやんな。これは困ったぞ俺。ほう、あ、あ、よしよしよし、ピエトロちゃんのところや。ここホーリーバーストかまして。ホーリーバースト。一撃ってこれどういうこと、そんなことねえ、あれ、なんかそんなんあったっけ。神聖な力で光の敵にダメージだった。ん、即死。守りの種、速さの種。オッケー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 。うわー、やばい、そうなの来た、やばい、そうなの来た。ホーリーバースト例によって。まあでも MP ね、600くらいあるんでね、ナルシアちゃんは。まあ使い放題でございますわ。2000では死にそうないな、でもこれ。クリスタルキング歌いそうやな、今にも。電撃、弱。今にも歌いそうですね、こいつ。まあまあ、ホーリーバースト連発で勝てるでしょう。宝石、さすが。OK、じゃあこっち行って。じゃあ素直に進んでいきましょうか。あ、いいね。下は何もなし。お、なんか太陽マークがあるけど、これ何？特に何もなしか。ジルバちゃんがあってそうやったな、ここ。あ、ここ、じゃあ正解かな。ゲッ。多分開かないんでしょうね。うん。じゃあ次3人目やな。お、レオナちゃんか、3人目は。なんで白騎士じゃなかったんやろ。一応パーティーの順番的には白騎士やってんけどな。なぜそれをした。毎回死にしよう。いてこいつやばいぞ。シャドウキラー、いけ。レオナちゃんちょっとやばいかこれ。やら、飛んで上に行って。おお、なんか、どうしたどうした、これ新しすぎるぞ。即死きましたがな。影やじゃ死ねやってことですね。要するにみな死ねやとかありましたよね、懐かしいロマサガですけど、今のは。ディン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 。ちょっと、ナムラッシュ、OK。じゃ、こっち行って。ディン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 。お、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 お？はぁ、あ。はぁ、あ、はぁ、あ。これは？運ぶ、あ、違うわ。終わった。もう4人目？4人目いったらまた1人目、1人目っていうか1人目に戻る感じの展開かこれ。ですね。白騎士。どっちやろどっちやろ、こっちかな。どっちでも良さそうやな。あ、忘れた忘れた忘れた。毎回指示。白騎士ね、なんか知らんけどよくダメージを受けやすいんで、そうやねな、やっぱり。攻撃できるかな。タフやったこいつ。3000ぐらいで死ぬんじゃないんか。よいしょ。ゲイ。そうやな、やっぱ白騎士結構苦戦しそうやな。ちょっと回復して。えよよよ。うわー、どうするこれ。ここ正解っぽいからここ行こう。よしよしよし。あー、崩れた。んで、ほんで？やっぱ一人目戻んのかな、これ。ん？おお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 お
それのおかげで進めるようになったんちゃう、これ。違う、そやんな。ようわからんけど行けるようになったで。それぞれがそれぞれに関係している。どこ、これ。はあ。いや、何も分からん、分からん。ファー言ってるけど、何が起こったかよう分からんけど、俺は。まあでも全てを引き起こしてくれたわけですね、白騎士が。よし、じゃあこの子はね、マジカルロードを使ってね、よしよし、ここ行けるなって。誰、君乗ってくん。両方からた、あ、助けてあげてる感じか。ああ、なるほどね。そっかそっか、この中水溜まってましたからね。で、これを助けることによって、誰かを乗せてくれるんじゃないか、これで。ナルシアか、じゃあ。うむ、みたいな感じの。うむ、みたいな満足げな顔を出してくれましたけど、ピエトロちゃん。今のイベントでなくなってたしな。力の種、オッケー。マジカルロードが。よしよし。竜の涙、いいね。で、オッケー。うんうんうん。オッケー、運の種。よし、一歩通行。いい、よし、これはほんで、癒しの果実か。なんか、ここに最後に、すげえアイテム出るかと思ったけど、そんなこともなく。お、え、なになにお前。え、キモいな。やばい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 、倒れてもうたし。何事何事。次の人へ。次誰。あ、開いたん、ここ。おお、さっきの水が来て、イルカちゃんがどんからガッシャーンってやってくれて、ほんでほんで、うわーってなって、で、ファーンってなって、で、ハープの人が大満足して、満足して開きました。おめでとうございます。さあ行きましょうか。 OK、 行こうで。宝物、ね、あー、敵が、そうやって出てくるんだ、やった。てん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 、あ、さっきのや。さっきのパイプオルガンゾーンや。そいつをやっつけろ、じゃあ。え？やっつけんの？え？ボス戦来る？一人で？やめて。うわぁ、マジや。やばい、MP 回復し、カオスプロ、なんとかカオスダークネス。やばい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 。弱い。弱いぞ、こいつ。勝てる。こいつは勝てるぞ。死ね。強かった。待て待て、落ち着け。通常攻撃やったから、リフレクトボール貼っとこうか。思いのほうが強いな、こいつ。やばいぞ。カオスピリット、やばそう。わからんけど、なんか食らった。23。じゃあヒールトラストで回復して、いよいよ。んでスピード上げとくか。これは結構長期戦。うーわー、そうか、完全回復するんやった、この魔法。いて、おお、反撃すんねや。リフレクト通常攻撃出して反撃する。じゃあスピードブレイズやって、スピード上げて、1対1やったらね、さすがにかなりこれは効果的なんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。よしよしよ、第3撃。かわいいな、べしって。顔がめっちゃ本気やったで。シンラがね、なんかステータス以上やるらしいんで、これやってみようか。なんでこう左右キョロキョロすんだ、こいつ。カオスプロビデントみたいなやつ。さあ、状態以上来い。ボスは今回、お、やっぱ2回攻撃できますがな。ホーリーバースト。
ぱりなんだかんだでホーリーバースト頼みですね。よしよし、勝った勝った。じゃあこれでピエトロくんが6500。じゃあボス戦それぞれあるぞこれね。ちゃいます。これでじゃあナルシア終わり。うわー、普通に始まった。どうしようどうしよう。右行ったんやんか。ちょっと待って、ここ的にはね、よかったよかった。んで、お、登って、宝箱来た。救いの雨。ありがとう。救われた俺は。よし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 。世界一の歯。んで、ん？してないね。光ってるな。あ、びっくりした。敵やった、普通に。びっくりしたかな、今。じゃあ、特技、ポリバースって。この光ってるとこが怪しい。正解かな。どうなんやろ。もしか、まだ先あるんかな、これじゃあ。つかみ上げ。これなんか地味な技ですよ。見といてくださいね。上げて、ほら、離すだけ。普通なんかね、もうちょっとあるのにな。バーンって叩きつけたらええのにな。りょ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 。オッケー。ここはなんかない？なんもない。オッケーオッケー。じゃあこっち行こう。結構長いな、それぞれ。あ、でもここ正解ちゃう？あ、崩れる？また例によって。お、いけちゃんやん。あ、しかもその、この魔法陣って最初の魔法陣？ってことはこれ、ナルシアクリアちゃうか？どうどうどう？クリアっぽいで、これ。ってことは次は、オッケーオッケーオッケー。これはね、でもなんとなく分かってたんですけど、見た感じね。うん。多分ここに、変な色の、色違いのやつを持ってきたらいいんちゃうかと思ってたんですよね。なんで、こうやって、ね、これこうやるやろ。どかして、でこれもちょっとどかして、テケテケテンテケテケテン、こうかこうかな。あ、合ってそう。はい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 、オッケー。ほら違う、ほら開いてた。地味に開いてた。地味に開いてましたよね、今。デリリリリン。よし、任してくれや。レオナちゃんはね、相当強いから、マシンガンショットでほとんどの雑魚は葬れると見た。数を数えろ、みんな。行くぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。わからん。8回は行ってんな。計算的に56とかそんな辺か。じゃあこれで終わりちゃう、多分ね。そんな感じのマップやったけど、どうだ。よし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 。あ、じゃあボス戦あったんて。お、会えた会えた。いやー、ボス戦あったんて。あれか、ナルシアちゃんだけ。何これ、オウム、ほんまにできたオウム。なに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 、あれ多いというわけやな。行くぜ、たっ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 た。わかりやすいね。いや、白騎士もね、ソードフレームで多分終わらすことができる、こいつは。ドリアスー、あじゃー、死ね。オッケー。これはありがたい。さあ行くぜ。で、あいつは何やったん、あの芋虫は。あの芋虫は何やったんや、すげえ気になるぞ。あ、オッケーオッケー、やってたやってた。で、あ、また芋虫来る。なんなんこの子。この子なんなん。経験値めっちゃ高いとかか。それやったら嬉しいねんけど。でもあいつが行った場所に行ったらいいから、ちょっと分かりやすくて好き。200しかないもんな、 MP。 ナルシアと違って。
そのソードフレームの MP 消費量が半端ないからな。お、なんか来た、なんか来た。今押し、あ、やっぱこれ来るんちゃう、え、あーはは親が来るどころの騒ぎはなかった。ふふ、親が来るどころ、こいつが本体やった。なんてこと、なんで逃げてた、じゃあさっきまで。謎ゲーやと。よし、やったれ。ごめん。まあでもさっきのね、ナルシアちゃんの時もドラゴンゾンビカオスブレス、そんな強なかった。もっとブレスらしい攻撃してくれよ。今の面白かったな。ゾンビ系には火が効くっていうお知らせでしょう。死ね。 OK、 弱い。お、ドラゴンゾンビ倒した。いいね。ソードフレーム4レベル。よしよし、じゃあこれでここは終わりじゃないか。まだ続く？もうええか、もうええか。もう一個、もう一個、もう一個、ここやろ、多分。これ多分合流するよな。よし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 。あとピエトロちゃんだけね。ピエトロちゃん寝込んでたからな、さっきまで。ああ、下の階やったわけね、あれが。耳。ああ、大丈夫やった？よかったな。よし、じゃあ、ピエトロちゃんはもちろん使っていくよ、マジカルロード。よし、こっち行って。ピエトロもでもボス、あの、ボスいそうやな。主人公やもんな、言うても。あ、やった、終わりちゃうん、これで。よし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 、じゃあ、こぐで。ほんで、持って。ああ、これでやっとみんな合流できた。鬼長かってんけど。うせやろ。頑張れ。かわいそう。合流できんか。食われる。食われた。ジエンドかもしれん。ナイス。あの子やったんか。ありがとうって言ってる、ちゃんと。オッケー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 。でけでけで。いいね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 、いいよいいよ。あ、ほんでやっとここ先進めるようになったわけね。めっちゃ大変やったなこれ。さあ行こう。じゃあ特技もしくはマジカルロード使っていきますよ。んで回復は一応しとくか。オッケーオッケー。よし行こう。あ、どうやろ、ボス戦来るかな。お、ありがてえ、ありがてえ。超ありがてえよこれ。よし、ほんで、お、なんか、あ、宝箱もあったな。ねえ、これ何これ。ん？何これ何これ。どここれ。あ、これ、ピエトルの道か？あ、え？全然覚えてない。あ、こっから来たんだっけ、俺ら。迷ってんなぁ、相変わらず。なぞなぞ。こうやろ？お、だからだから、わかったわかった。救いな目。世界一の歯、オッケー。おー、いけるいけるいける、行こう行こう行こう。これでもラスト行ってまうかな。あ、ラスト行きそうやな。お前おったん忘れとったわ。なんかでもかっこいいよ。そうや、そうや、こいつ倒してなかったな、まだ四天王的存在の。はい、犬？ちょんまげ犬なったけど。変身のしすぎで本当の姿に戻れなくなっちゃったんだね。忍たま乱太郎にそんなやつおったな。
雑魚やんこれも。違う違うだね。でいいの。うるさいのね。集中の邪魔なのね。はい。はい。猿。でも全体的にあのちょんまげだけは絶対あんねやな。うるさーい。何度言ったら。ドラちゃん。おおおお、戻れた戻れた。戻った。よかったね。よかったね。ありがとうなのね。いやー助かったのね。前らはこの奥だね。なんでそんな仲良しな感じなん喋り方。そうなのね。ガープもゴーグもズールも倒されて、うんうんうん、今ではミーが一番なのね。やっぱそうやな、この時だけやな、その残ってんの。オッケー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 。じゃあそういうことで。じゃあそういうことで。うん、バイバイなのね。てまあまあまあ待つのね。やっぱりダメ。ピエトロ相当こいつのこと恨んどったのにな、出だし。身を騙すなんて承知ないのね。お前だけは許さないって言ってたよな、第一の竜の時に。わ、分かればいいのね。バトルかやはり。そういうことで。全然分かってないのね。ムッキー。ギャグ界ギャグ界。キモい。これが本来の姿この子の。バトル始まったし今の何なのうめき声ミラージュアタック何やねんそれやばいぞやばいぞこれはやばいやばいやばいなんかやばいぞうわーまたこの狛犬みたいになった何やってんほんでスーパーガブガブ1-1雑魚かもしかしてお前雑魚かこれありえるぞ雑魚の可能性出てきたとこいつ。だってなるべくナルシアちゃんの近いところに5つ、オッケーオッケー。全員の防御力が上がるやつを一応使っておきたいんで、竜変化をかます。いいね。こりゃさすがに余裕ちゃうか。俺ら強なりすぎたやろ、多分。白騎士、ソウルフレーム。さあ、見せてやれ。お前の本気を。ん?ちょっと待って、下手くせえぞ。よいしょ。ここがいい感じやと思う。はい、3000、強えよ。そう、しかしね、このレオナちゃんが一番強いんだよ、今、俺たちの中で。何回当たってんのか分からへんけどね、これ。さあ、かましてやってください。全然効いてないやんけ。なぜだ奇跡やったんか、さっきまで。スーガブ来た、スーガブ。マジかよ、こいつ。強なりすぎた俺ら。これ申し訳ないことしたな。オーリーバーストでいいや、じゃあ。これは申し訳ないことしてしまったかもしれんぞ、俺たち。強くなりすぎってのも、問題やな。早いらしい、でも一応、スピードだけはある。1やろ、どうせ。なんやねん、これ。いいのか、これ。いいのかこれ。4500。強すぎる。ソードフレームも強い。でもなんかマシンガンショットだけえらい弱かったんなんでやろう。すげえ悔しいな。あれ倍ぐらい当たったのよな、さっきまでは。バーン !3241。死ぬちゃうそろそろ。じゃあ、爆裂陣。これでも反撃攻撃やからなぁ。まあ行ってみようか、俺。そんな威力なかったもんな。爆裂陣でーん。あ、弱いわ。鬼弱かった。ミラージュと、これ謎のやつや、謎のやつ。極。で?あ、これ変身するんかな?あ、変身した、変身した。おったな。なんかこんなやつおらんかったっけ、どっかで。13、15。なんなんこいつ、何がしたいの。
あ、でも早い。お、30も与えた。上出来やないかこいつにしてはよ。竜変化、あれ。竜の力よ。さあ、思い知らせてくださいよ。べー。もうええんちゃう？もうええんちゃう？もうかわいそうになってきてんけど。ソードフレイム。こいつなんかおらんかったっけ、どっかで。普通のボスでおったんやったかな、この形のやつ。ね、なんかいましたよね、こんなやつ。よいしょ。よいしょ。ズールかなんか。なんかその辺にいつか変形したやつか、これ。ね。あ、全然効かんや、やっぱり。すいません、くしゃみが。あ、これでまた変身か、じゃあ。あ、じゃあダメージ当たるごとに変身していくパターンかもしれんな。相当じゃあこいつ体力あるんちゃう。ああ、こいつおったおったおった。そう、食って吐くっていう謎の技ね、これ。なんで吐いたん？食いたいんちゃうの？あんたってやつ。早っ。しかも強いし。どうしようどうしよう。回復してあげるか？ヒールトラスト。あ、エリア内の味方って言ってるけど、そうかそうか、レベル1に戻ってもうたから。あー、そうなんか。あんまクラスチェンジしてもいいことばかりでもないのか。ねえ、これレベル上がってほしいもんな、はっきり言って。999っていうのはすごいけど。絶対範囲こ、あれ、範囲回復の方がいいもんな。やっちゃれー。もうええやと。もうええで、お前。もうええで。たたたたたたた。まだ全体的に防御力っていうか、体力あんな、あんた。さあ、やっちゃってください。もしかして変身するたびにある程度のダメージでリセットされてる系か、こいつ。なんかそんな気してきたぞ。だからどんだけ一気にダメージ与えても無駄で、また次変身するやろうなーという俺の予想はいかがだ。パタタン。機械なため息。そんなこともなかった。腹減った。2回攻撃。腹減りすぎちゃう、あんた。特技竜変化。 MP 足りるかが問題になってきたな。いけるかいけるか。マントよう見たら逆立ってたんやな、あれ。ドバーン。4500という超とんでもないダメージ。刺しね。もうええで、お前はドラえもんよ。ドラえもん粘るな。全員回復するつけてたっけ。あ、これしよう。こっちの方がいいな。オッケー。行くでござる。よし。決めちゃってください。じゃあ、ソードフレームで。さあ、やったれ。決まるか。ここで決めろ。ほらー、3300じゃい。ボーン。はあ、なんだあんた。あんた粘るな。すっちゃミラージュと、まだ変身や。んでてててててん。さあ次何？じゃあ次自分になるんちゃう。なんかやばいの来たなぁ。これもどっかでおったなぁ。あ、これあれや。何やったっけ、名前忘れた。おばあちゃんじゃない方。なんだなぁっていうタイプの方や。ジャイアント。どんどんでも強なってない、やっぱり。ねえ。これは厄介やな、こいつ。よいしょ。MP なくなってもうたな、ピエトロ。の力よ。むっさ強いぞ、こいつ。4500。めめめ。め。もう死なへんってことが分かってきたから、期待すんのやめた。いやー、3300。で、レオナが、武器追戦はどうなん？あ、でもこれ範囲やなー。リカバリーコール。おお、こういう感じの回復か。トルネードショット。うん、弱いよな、多分。
武球追戦やってみるか、久々に。武球追戦。あ、弱いな、やっぱり。やっぱあれが一番強いな。何だっけ、マシンガンアローみたいな技。これじゃあ一人やっても意味ないから、やっぱり、あ、聖なる水で回復しよっか。 MP まだ多分こいつしないからな。痛い、強い、しまったな。流神水、流神水使ってみたかったから、使おう。流神水と179、地味やったな。ソードフレーム、こいつ相当でも粘るな。だってあと多分1回2回変身するよな。あれ落ち着いた嬉しい嬉しい。無傷にクラッシュエンジシャン、ありがとうございます。オチをつけていただいて、ボクシーちゃん、さよなら。ガーフなんでこんなに強く声こんなやったっけ、マイラ様声加工してへん待て、あいつまだ死なへんのかいな、ほんでしつけーな。あ、オッケー、終わった終わった。オッケーオッケーオッケー待て、じゃあこの先にマイラ様がいるってことかな。なにこれ、なにこれ、気持ち悪いな。あ、行っちゃったついに、ついに手に入れたぞ。もうすぐ笑わせ。うわ、なんかすごいことなってない？マイラヤマー。マイラヤマどうしたん？マイラー。おお、キョ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 。またそなたか。本当にそなたたちはわらわを退屈させぬの？そうか、わかったぞ。わらわの美しさに見惚れて世界の滅ぶ様を見に来たのじゃな。それとも命乞いか。いかにも無様な人間らしい考えじゃ。バカなことを言うな。むマイラヤマどうしてなのね。こら多分死ぬなこいつ。お話やはりお前のような醜い生き物がわらわに触るなど虫ずが走る。ひでえ。えい、けがらわし。ギャーフーギャーフー。もうお前は用済みじゃ。美しいわらわがじきじきに送ってやるぞえ。公平に思うがよい。うわ、なんか黒い黒い。うわもう完全ドラえもんじゃなくなってた声が。ひでえな。笑いっぱなしやな、ほんで。顔顔顔。ひどい。なんてことは。仲間。マイラさんの顔。仲間じゃと。傷手ならぬな。何が仲間じゃ。あれはな、道具じゃ。道具。わらわのものをどう扱おうと勝手ではないかい。ひでえな、あんた。顔、マイラさん。美の女神でしょ、あんた。マジでよかろう。ならば来るがいい。やべ、セーブすべきやったか、これ。てん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 。やばいな。あ、一応大丈夫か。暗黒の輝き。やばそう、これ。うわー、滅殺やぞ、これ。特技。待てよ、どうしよう。道具。いや、待てよ、こいつやっぱ、竜変化でしょ。竜の力よさあ、いけるか。うわー、ちょっと待て、こいつ4匹持ったん？顔顔芸多いっすね、さっきか、マイラさんよ。曲めっちゃかっこいいな。え、もうラスボス？どうなんやろ。やたらでもラスボスっぽい展開ですよね、これ。防御でまいっとくか。いや、さすがにまだラスボスじゃないと思うから、
このまま行こう、頑張ってね。うりゃあかん、弱いわ。なんでこんな弱なっちゃったんやろ。弱点ブレス、やばい、もう一回来た。ナルシア来ると思ってないけどな。うわ強し、よかった、ナルシア来た。じゃあ道具、めぐみの雨がいい。このアイテム最強やわ。なぎ払う、一人だけかよ。108強いな。じゃあピエトロはなるべくちょっと離れ気味の、どうやら4体いるみたいなんだね、これ。あ、でも2体死んでない。あ、死んでんな。あ、3体死んでるわ、これ多分。でもあと前らだけやな。どんばらがっしゃん。おー、オッケーオッケーオッケー。顔顔顔ゲーマイラさん、相変わらずの。よし、じゃあ白騎士が正面突破しましょう。ソードフレームでね。オッケー。ディリリリッディッディリンティン。わあ、いいねー顔。あ、スターゲイザー、敵を何度も貫通するやチャンプしゃなす。いいねいいね、かっこいいかっこいい。スターゲイザーってめっちゃかっこいいな、名前。1、2、え、これ最終メンバーに入れたん間違いやったか、あら、あの子。待って、道具めぐみら20個か。20個あれば、いやー、どうなんどうなん。召喚って、ああ、ヘビ召喚かこれ。いや、違う。とんでもない魔法であった。違う、ね。竜変形。じゃあ、ちょっとだいぶ離れようか。なるべくダメージ受けない、一応、ピエトロはね。安全地帯からの。不可避の攻撃で攻めよう。4 4000何歩いったんでしょう、ダメージ的には。白騎士、じゃあ白騎士は隣からいっか。うん、こんな感じでいけたら全員が食らうことは少なくなるから。いいよいよ。姫が弱すぎる、マジ。どうしようこれ、むっさ弱い、この子。これだって一撃で殺すやつやもんな。スターゲイザーをなんか何度もとか言うときには2回止まりやったからな。衝撃やったな。でてん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 。よいよいよ。まあ弱くても許してやろう。なぎはら、おそら1匹しか食らん、これだよね。132はちょっと強いけど。トップ。強いな、でも。うわ、真相真相。道具、めぐみの雨。流変形。安全地帯からの流変形。さあ、かませ。4000何歩いってます。これね、4で出てますが、4000何歩いってますんで、ご安心ください、皆さん。よし、ナイス、白騎士。で、ソードフレーム。白騎士の MP がこれなくなるな。特技マシンガン、マシンガンショット。里谷、はい、暗黒の輝き来た。108。しかしね、白騎士だけが、なんか2回普通に食らった。道具、聖なる水、 MP 回復しとくか。よし、じゃあこれナルシアちゃんはこれで OKOKOK。 無事に白騎士がしっかりとタゲ取ってくれてるから。タゲ取る。よし、これで完全回復。いいね。で、回復アイテムも節約できたという完璧な内容を。この子、めぐみの雨か。マッハ斬り、マッハ斬りやってみよう。マッハ斬り、で、1000、おお、3000、強いな。いいっすね、白騎士さん、マジいいっすよ。羽っすね。
それに比べてレオナちゃんはどういうこっちゃ。これこれ話になってないぞ。間違えた。80、80、なんか諦めた。なんかすごい技使うな。諦めたっぽい。よし、これで白騎士ももう一回ソードフレームに戻れます。マッハ切り3000いってたよな。 MP の節約にはあっちの方がいいか。あの3003、うーん、そうやんな。よし、いい感じの。でもこのなんていうの、サイクル出来上がってますねこれ今。でやー、すちゃん、なぎ払う。うん、だってこれって白騎士がくらだけやからな。いいわ、いいサイクルできてる、いいサイクルできてるよ。で、ヒールトラスト。うん、ええなぁ。ヒールトラスト！よし。いいね、いいね、いいね。で、もちろん、竜変化。竜の力よ！よしよし、いい感じ、いい感じ。じゃあコスパを考えたらマハギリがいいですよね、これ。ねえ。おりゃー、1、2、3、うん、3てる、3000。うんうんうん、絶対こっちの方がいい。お、倒した。オッケー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 。いや、まあでもまさかね、これで終わりではないというのは間違いないでございますけど、前でセーブをさせてくださいよね。キョキョキョ言うよ。うわー、余裕すぎた。むっさ余裕すぎましたわこれ。困ったな。わかる、わかるぞ。バルバランの力は素晴らしい。なんという力じゃ。うむうむうむ。わらわに立てつく愚かな人間どもよ、恐怖におののき絶望の淵で食いるがよい。今こそ見せてやろう。はい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 。こっからもっかい2連戦来るぞこれ。あ、ちゃう？いや、そうやな。お、お、ムービームービームービードロドロしてんな。ドロドロしてるけど大丈夫かこれ。でかなったー。吸い寄される。ほんで、え、吸い寄せられてんけど。大丈夫？嘘やろ。嘘でしょ。飛んでるし、よう分からへん。ピエト。お。諦めてはいけません。うんうんうん。お母さん。マイラの体内に送ります。マジで？バルバラは実体のない力の集合体。うんうんうん。マイラが取り込んで実体化している今なら倒すことができるはずです。おーおー、なるほど。さあ、大切な人を守るために戦うのです、ピエトリ。え？口から入るか。虫みたいな扱いやな、もうこれ。わー、なんかキモいな。怒ってることは間違いないけど。エビの数増えたな、ほんで。やたらめったら。ねえ。やたらめったら増えたな。おー、体内来た。ここがマイラの体内。
怖えへんやぞ。先に何か。セーブある？あ、これ。あー、セーブあった。よかった。よし。あ、でもこれ多分戻れへんよな。こっちにセーブして。よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと結構長なっちゃった感じがしますけども、今回これで終了。次回、ラスボスやな。多分ラスボス戦が多分来ると思いますので、ご期待ください。本当に結構長かったんで、本当に最後まで見ていただきありがとうございます。次回、最終回になるかもしれないですけど、ご期待ください。チャンネル登録していただくとね、更新情報がすぐにわかりますので、ぜひぜひそちらもお願いします。また動画のコメントや評価もお願いいたします。というわけで今回はこんな感じで終了。次回、マイラと決戦に参りますので、ご期待ください。それでは、ココロリンクゲームズのベグンでした。バイバイ。